佐賀競馬のレース展望番組、佐賀競馬パッカル情報局。 佐賀競馬パッカル情報区なんと第40回となりました9月9日日曜日レース展望こんにちは進行の青木里奈です今回の解説は通信社の今村さんです今村さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします第40回ですよ早いですねそのうち今村さんは結構出てらっしゃいますからね一回目から出てますからねそうですよね、はい、もうあっという間にここまで来ましたけれども,もう何だいぶ緊張感もなくねう <laughs> なくなってきましたなくなってきて たのはいいことですか、ね。いいことです。いいことですよ慣れ。慣れじゃないですからね。今日いつも頑張って本気でやっておりますので、でねはい、ということでこれからも長く続いていくよ頑張ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の展望レースはこちらです。9月9日日曜日注目レースは第11レース佐賀城特選3歳1組。そしてメインレース第12レース。 中小特別失礼いたしました、中州特別 B の一組です。それでは、解説、始まります。まずは注目レース第十一レース。佐賀城特選三歳一組の出走メンバーです。距離ダート千八百メートル、午後五時三十五分発走。サラブレット系三歳十頭立てになっています。このレースの一着場には。 9月30日日曜日に佐賀競馬場で実施する3歳秋のチャンピオンシップ2018重賞スポーツ放治杯 JBC 協会協賛第15回ロータスクラウン賞の優先出走権が与えられます。それでではは今村ささんの注目場を教えてくださいいこちらです、はい えまずは10番の三塁ビルですねうん、まあ、前走を、ね、しっかり巻き返した内容でしたけども、まあ、2走前にも、ねえー、長いとこ初めてでね、まあ、2着でしたけども内容あるレースレーでしたから。 距離に関しては問題ないかとそれと9番のサンドラ・フラッシュこの馬も2走前、その3塁ビルに勝ってるんですけどもが長くなって調子を上げてきた内容ですから休み明けですけどもねしっかりここでは上位争いっていうところこの2頭に注目っていうところになるんですけどもがそれから5番のベルノートをこの馬は移籍してねこの2走、長いところを使って結果3着、3着と頭角を。 表していますんでねまあ、距離に対しての対応ができるかなとまあ、それから2番のビーベローチェまあ、若干長い感じもしなくはないんですけどもね、うんえー、まあ、展開一つではね力を持ってる馬ですからあ、食い込める余地は出てくるんじゃないかと思いますねありがとうございました続きましてメインレース第12レース長州特別 B の1組の出走メンバーです距離ダート1 7 5 0メートル。 午後6時10分発送サラブレット系3歳以上8頭立てになっていますそれでは今村さんの注目馬を教えてくださいこちらですはい えまずは4番のオリンピアスカイです、ねまあ、2走前が、ね、3着と、まあ、若干流れ的なところもありましたし、まあ、癖の悪さっていうのが出てしまったかなという印象でしたけども、まあ、前走は一変する内容でしたし、えー、まだまだ、ね、伸びしろあるような感じでしたからね、まあ、ここも中心になるんじゃないかと思いますね、まあ、それから6番のベルセルセク、まあ、3歳なんですけども、えー、まあ前走はね。 まあ南関東への遠征でしたから、まあ、それは度外視しても2走前、こっちの B2 級で、ねえー、しっかり勝ってますんでね、えー、まあ力を持っているところを見せつけた感じでしたからね、まあ、ここでも上位争いっていうのはできるんじゃないいかと思います、まあ、それから8番の小田津、ねえー、前走がね今、1つ伸びなかったですけど、まあ、今回、外目の枠、まあ、前走同様に外目の枠なんですけどもね、えー、まあすんなり競馬はできると思いますんでもう1回見直したいところですね。 ま、それから一番のムーンパスラブまあ、中間もね。調教動きを考えるとまあ十分調子は良さそうですからね。えー、ま、見直しは必要かなっていう感じはします。ありがとうございました。それではここで佐賀競馬からのお知らせです。9月11日火曜日第7レース終了後。 午後2時20分頃からスタンド中央表彰式場にて2018ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド佐賀出場機種総勢 12, 12名の失礼いたたししました紹介式を実施いたします皆様ぜひこちらにもお集まりください、えー、この日は豪華なレースになりそうですね今村さんそうですね、うん、まあ去年もそうでしたけども、まあ、見応えあるレースを見せてくれましたんでね今回も 佐賀在籍馬のね、えー、新たな一面っていうのをね、見せてもらいたい部分はありますねそうですね楽しみにしていきたいと思いますそれでは以上佐賀競馬パッカル情報局第40回9月9日日曜日レース展望でした佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は9月11日火曜日の展望はお休みとなりますのでご了承ください 9月16日日曜日17日祝日月曜日の展望を9月15日土曜日夕暮れ時に配信しますそれでは来週は土曜日の夕暮れ時にお会いしましょうさようなら